Harder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. まあ、チームとしては今シーズンこういう対戦になってまずはポイントを1ポイントでも取ろうっていうところが目標としてあったのでそれを今回第5戦の鈴鹿で達成できたっていうことは一つ成果かなと思いますし良かったかなと思います。まあ、ただ私個人的にはまあ優勝を目指しまあできれば表彰台っていうところをまあどんなレースでも目指している中では10位という結果は非常に悔しかったしなんかうまくやれればもう少し上でフィニッシュできたんじゃないかなってまあ今すごくこういろいろ駆け巡っているというか反省中みたいなところです。このレース初ポイントでだったんだけれどももうちょっと 2,3 個ぐらいは順位上に行けたのかなっていう感触だったので悔しい部分もあります。僕とチームメイトそして車の相性とかも良くなってきてると思いますし予選も結構上位の方に行けたりしててレースペース自体も悪くなかったんだけれども細かいところでちょっと噛み合わない部分がまだあってそこがちゃんと全部が機能し始めたら多分もうちょっといい順位でゴールすることができるかなと思います。すごいもう行くぞ。